ちょっと下に録音を一時停止とか停止っていう、そういったアイコンに変わるわけですね。そうです。停止するには停止することにしてください。はい。じゃあ。今日愛知の方のメンバーにいろいろ連絡で入れてるんですけど、今のところなんか出払っちゃってるのが多くて、ごめんなさい。まあ、途中から入ってくる人もいるかとは思うんですけれども、はい、そんな状況です。皆さん、こんにちは。ミラクルテレビ代表の北に正道ですが、今日は、NPO 法人暮らしと耐震協議会の理事長としてこの番組に出席をいたします。今日も私どもの、NPO の事務局長をしております大石明弘と、それから我々と一緒にいろんな取り組みを行ってきた、愛知防災リーダー会の岡田紀美雄さんにおいでをいただいております。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今回は第1回なので、具体的な耐震補強のやり方がどうこうということよりも前に、我々が今何を考えているのかということを、耐震補強に取り組んできた人間の率直な、感想を、ぜひ伺いたいと思うんですね。で、最初にですね、私どもが耐震補強を取り組むようになった、きっかけとなったあるコンテンツをご紹介しますので、ご覧いただきたいと思います。うん、ありがとうございました。初めてご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、これは1995年1月27日に起きた、いわゆる阪神淡路大震災というものの映像であります。ちょっと待ってくださいね。淡路島の北部の地表に姿を現した活断層。あ、すいません。これを私が見たのはですね、私が東京都の調査研究室長というのをしている時だったんですね。職員研修所の中に置かれていて、まあ、町内ティンクタンクというふうに、まあ、僕たちは言ったりして言いましたけれども、まさに首都直下地震をどうするかということを必死に検討している最中だったんですね。で、当日は火曜日だったんですね。月曜日が、成人の日の、大体休日っていうんですかね。月曜日が休日で、火曜日に。で、僕はその頃、朝ごはんを食べる習慣がなくて、
いつもの通り電車に乗って行って、浜松町の海の近くにある職員研修所の調査研究室に入ったわけです。2階に研究室ありましたんで、2階に行ってガラッと開けたら、みんなが、テレビの前にかじりついてるわけです。で、僕の姿に気がついた、スタッフが、北谷さん、地震が起きましたって叫んだんですね。で、僕はびっくりして、どこだって聞いたら、神戸ですって言うんですよ。で、僕はその時に、みんなと一緒にテレビを見たら、どんな情景があったかというと、上空から撮った神戸の街の光景だったんですね。で、何にも変化が見られないんです。上空ですから。多分ヘリコプターだと思いますね。何箇所からうっすらと白い煙が上がっているのが見えたんですね。時間的に言うとそうですね。多分8時半頃ではないかと思います。で、その時にまだ被害がどれぐらいになるっていうことは全然わからなかったんですけども、で、僕は何か大変なことが起きたんだっていうんで、その、もう心臓がバクバクいってました。で、そのうちにニュースが入り出して、地震の被害が非常に大きいということ、そして一日ごとに死者が数十人から数百人というふうに広がっていって、最終的には6000人を超える関連死も入れて死者が出たという、まあ、戦後初めてのいわゆる都市型直下地震が1995年の1月19日、17日でした。僕がその時感じたのは、自分が東京のことばっかり考えていたから、神戸の方々が身代わりになってしまったんだ、隙をつかれてしまったんだというふうな思いに、僕を襲われまして、そして地震防災を自分のライフワークにしようと。ライフワークということは都庁にいるだけではなくて、その後も含めて自分のライフワークにしようというふうに、考えたわけであります。それから25年が経ちまして、僕はそれからずっと地震は明日起きてもおかしくない、明日起きてもおかしくないって言い続けてきたんですけども、それが25年経った今も続いています。そして今このテレビ会議を開いているきっかけになったのは、新型コロナウイルスという大変凶悪な、目に見えない、対応の仕方がわからない、その蔓延に対して私たちの社会と経済が壊滅的な打撃を受けようとしている。つかの間の平穏があったかに見えましたけれども、このコロナウイルスの一番の特徴は、感染しても症状が出ない。前のコロナウイルスの時には、感染したら症状が出て、その方を対処すればよかったんですけども、今回は姿が見えないと。まあ、正直に言えば、私が感染していても全然おかしくなくて、ここにいらっしゃる方々が感染していても全然おかしくないんです。調べる方法はないわけでありますから。そういう中で、私たちが何をするのかと。そして今、非常に心配されているのが、この瞬間に直下地震なり、南海トラフが起きることであります。結論から言ってしまうと、ある
数の方々は家が潰れるわけであります。先ほどご覧いただいた、あれは阪神・淡路衝撃の映像というふうに呼んできましたけども、家が倒壊をしてしまう。その時に住む家がないと。これまでは当然のごとく、学校の体育館などに避難所を作り、そこに寝起きをしたわけであります。しかし今回、それができない。やってはいけない。そこからクラスターが起きる。避難所が爆発的な新型コロナウイルスの発生源になってしまうという、すさまじい現実に直面しています。降れば土砂降りという言葉がありますけれども、それは本当です。この近年、関東地方を含めて、中小規模の地震が明らかに頻発をしています。そうした中で、我々が懸念したことが、この3年ぐらいの間に起きる可能性はかなり高い。関西、それ以西も同じであります。そうした中で、まさに今、私たちが何をなすべきなのかということが、本当に根本的に問われています。僕はいろんなグループに属しています。命のポータルサイトとか、首都防災ウィークとか。自分たちが何かをしなければいけないと思いながら、最終的に何をしたいと思っているのかが見失われてきたというふうに考えています。イベントをやっている団体は、そのイベントをやることが目的になっている。僕の場合には多くが地震防災のイベントであります。今度は何やろうかになってしまっている。テーマ何にするかみたいなことになっている。それは違うんだろうと思うんですね。そうであれば、もし地震防災に関わる何かをやることが目的であるならば、今の時期は何もできなくなってしまうわけであります。接触ができないんだから。新型コロナウイルスの対応というのは、自分とは関係のないことになってしまう。しかし僕は絶対違うと思ってまして、我々の目的は、地震防災を確かにテーマにしたんだけど、その目的は、国民の命と、それから暮らし、安心できる生活を、それを実現することだと思うんですよ。であるならば、今、この新型コロナが猛威を振るってる中で、暮らしと耐震協議会も、岡田さんたちの防災リーダーの会もですね、何をなすべきかっていうことを真剣に考えて、そこに取り組まなければいけない。正直言って、地震防災、関係団体の今回のコロナウイルスへの対応というのは、僕の予想を超えて鈍感である。何やってんだと。僕は一月、二月思いながら、この取り組みをしてきました。今やんないでいつやるんだと。これは地震じゃないからやらないのかと。そんな思いを持っています。ややきつい言い方をするならば、今反応できない団体というのは、どんな団体であれ消えるしかないと。存在する意味がない。そう僕は考えています。ただ、まだまだ始まったばかりで、特にこのミラクルテレビというのは、3月の上旬に我々がこの強烈なズームテレビ会議のパフォーマンスという、これを我々が体験してから取り組んで、一月余で対局にまでつなげたというもので、新しいものであります。したがって、まだまだまだ皆さんには知られてないし、これから、接近をしてくださるんだろうと思っていますけども、早ければ早いほどいい。
なぜかというならば、この新型ウイルスの今の事態はもっともっとひどくなり、その中で我々がコミュニケーション手段として有効なものはまさにこれなんですね。これに習熟しないと僕たちは仕事もできないし、生き残ることもできないという、そういう局面に立っているということ。で、2番目に、多くの国民は我々以上に有効なコミュニケーション手段を持っていない。僕たちは良い情報を受けられる場所にいるんだから、それを使ってみんなに伝えていかなければいけない。第3に、3年か4年して、コロナウイルス問題が収束をしたとします。その時に、今回の問題の前に戻るんだろうか。そんなことはありえないです。こういうテレビ会議システムを駆使して、なおかつ対面接触の有利さを活用できる人間しか社会的に意味がないということになります。そういう意味で、今回はクラスト耐震協議会の番組ですけれども、私が申し上げたことを念頭に置いていただき、それぞれの率直な問題意識をどうぞ披露していただければと思います。ギャラリービューに戻します。あ、原真理さんどうも。こんにちは。今ミュートになってますので、それどうぞ解除していただいて、左下にミュート解除っていうのがあると思います。はい。はい、ありがとうございます。加藤勝重さん。2回目でお目にかかりますが、お、裏側で何か動いてますが、ありがとうございます。今ちょっと買い物の最中で時間が来ちゃってたんで、ちょっと出させていただきました。今何からこれに参加されているんですか？機械はスマホですか？そうです、スマホです、今日は。わかりました、便利ですね。それではですね、せっかくなので、お一人お一人に、はい、ご発言いただこうと思いますので、はい、このズームの特徴はですね、2人以上が同時に喋ると聞こえなくなっちゃうので、一旦皆さんをミュートにいたします。はい、切りました。はい、大丈夫です。岡田さんどうも。はい、はい、こんにちは。今日はこんにちは。ご参加ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。簡単にですね、自己紹介をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、愛知県安城市に在住しております岡田と申します。愛知防災リーダー会の会長を、今年度から務めることになっております。から暮らしと耐震協議会さんの方には、平成19年からお付き合いがありまして、いろいろとご指導の方をいただいておりました。で、私も建築士ということで、住宅の耐震診断とか耐震改修の方も手掛けておりまして、それの延長で防災の方も関わっておると、そんな状態です。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。原さん、こんにちは。今日はありがとうございます。ご参加いただき、いえいえ、ちょっと出先にいて、岡田さんからお電話いただきまして、急いで戻ってきました。すいません。ありがとうございます。後ろの背景は何でらっしゃいますか？これは、あ、温泉です。温泉なんで来てますけど。おー、いいですね。じゃあ同じように、はい、簡単に自己紹介をお願いできればと思います。はい、私も、岡田さんが会長の、愛知防災リーダー会に所属していまして、今年度は、広報部長ということで、
岡田さんから立ってのお願いで引き受けさせていただくことになったんですけど、なかなかお役目ができるかどうかはちょっと不安なんですが、あと他には、まあ、住んでるところがまず愛知県の知多半島ってご存知ですか？はい、知ってます。はい、知多半島の先端の方の知多郡美浜町っていうところに住んでいます。はい、で、まあ、地域の美浜町の中でも美浜緑園っていう新興住宅地に住んでるんですが、そこの自主防災会の事務局も、やったり、あと美浜南知多防災の会っていうのがあって、それで、近隣の、美浜町南知多町の学校だとか、あと老人のサロンとかで、防災減災の啓発を行ったりしています。で、職業は交通指導員って言いまして、小学校 の、 まあ、小学生たちの登下校の見守りっていうか、それを、仕事としてまして、今休校中ですので時間がいっぱいあります。でもきっと夏休みはなしだろうなと思って覚悟はしてますけど。あ、ごめんなさい、夏休みなしっていうのは、夏休み、今がそれこそ3月2日から急に休みに入って、はい、一応再開は5月の7日からっていうことなんですが、うん、2ヶ月間まるっと休校になりますので、多分夏休み返上で授業が行われるんじゃないかなと思っています。ああ、そういう意味ですね。はい、今、はい、学校校内はもうエアコンが完備されて、授業は多分快適な環境で子どもたちは受けることができると思いますんで、私は街灯の炎天下の下で立つことになると思いますけど、まあ、夏はないなと思って覚悟はしてます。あ、多分ですね、非常に嫌な想定ですけども、はい、学校の休校閉鎖措置はずっと続くと思います。はい、やっぱり夏に終わることはまずないと思います。あ、はい、そのあたりは今回の議論の中でまたお話をしたい。どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。加藤さん。あ、こんにちは。なっております。はい、どうも。お買い物ありがとうございます。私も今日岡田さんの方から急に電話いただいたので、はい、それでこちらの方へ今ちょっと買い物の途中なんですが、はい、ありがとうございます。届きました。で、私はやっぱり愛知県防災リーダー会の、三河支部ですね。はい、三河ブロックというところがありまして、かなり範囲が広いんですが、はい、そこのブロック長を、今年から、4月からですね、進めさせていただきます。はい、ところが、まあ、こんな状態なので、はい、やることは全然ないもんですから、はい、やることもできないというのかね、はい、まあ会長の岡田さんがいろいろとしっかりやっていただいているので、はい、その上に乗っかりながら、いろいろと勉強している最中というところです。はい、わかりました。ありがとうございます。こんにちは。はい、川村さん。こんにちは。愛知防災リーダー会、本部の事務局長をしてます川村です。一宮に住んでます。はい、あ、一宮なんですね。はい、懐かしい。自動車関係今休業が多くて、うちもですね、金曜日は休業日になったんで、金曜は家にいることができるんで、また来週からテレワークも始めようというふうに思ってます。ああ、そうですか。それは会社としてということですか？はい。うん、そうですよね。テレワークしかないですよね。今、僕の友人たちも、もう大量にテレワークに入ってまして、テレワークが非常に快適で、
能率効率が良いという、私の友人たちは東京に通っている人が多いので、まあ満員電車が怖くて、でも仕方がないから出勤の時には行くんだと言って、やや悲壮な覚悟で行ってます。まあそういう方がいらっしゃるから僕たちが今とにかく耐えて次に向けて力を蓄えるっていう機会を与えられているわけであります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さてと、中島恵子さん、お願いしてもよろしいですかね。ダメかな、ちょっと音声がつながってないみたいなので、良いことにします。それではですね、我が大石昭弘さんを開場します。大石さん、こんにちは。こんにちは。はい、いつもありがとうございます。とんでもないです。大石さんとも、ずいぶん長い付き合いになりましたけども。ねえ。一番最初が2004年か2005年ですね、僕たちが東京命のポータルサイトっていう NPO を作ったのが2002年の12月なんですね。 NPO 法人化したのは8月から始まったんですけども、その後平塚でもやっぱり何かやらなくちゃいけないなっていうんで、平塚防災まちづくりの会っていうのを2003年の最初から始めて10月に設立総会やったんですね。で2004年の2月の25日だと思いますが、 NPO 法人じゃなくて平塚耐震補強推進協議会っていう名前の任意団体を2004年の2月25日に立ち上げたことを覚えています。でしばらく耐震補強の話をしていて、2007年の5月に NPO 法人を立ち上げる総会を作ったという、その過程で大石さんは事務局長として一番一生懸命いろんな仕事をしてくれたっていうんで、長いお付き合いになりましたけども、本当に僕はあなたに対して感謝をしています。どうもありがとうございました。いや、とんでもないです。で今大石さんは非常にまた難しい立場にあって、耐震補強という点に考えると今多分非常に難しい場面なんだと思うんですね。第一、みんなが今外に出歩けないわけだから、そのお客様と出会うのもできないというような現実になるんだと思いますね。で片方で、直下地震いよいよ来るかもしらんという中で、いろんなことをしなくちゃいかん、間に合うかどうかというのがありますけどもね、その2つの要請がある中で、まあいろんな良いこと悪い情報がたくさん入ってきてっていう中で、今大石さんが一番頭の中で考えてみんなに伝えたいことはどんなことでしょうか。そうですね、まあどういうんだろう、今とにかくコロナ、新型コロナウイルスのことでみんなの心が疲弊してますよね。その中でまあ、当然耐震、大地震が来た時にどう対応するのかっていった時に、全然その気持ちの余裕がないからそういうところまでみんな行ってないと思うんですよね、はい、ところが実際はそういうことは必ず起こることなので、それに対してどういうふうに一般の方に耐震診断が大事なのか、耐震補強が大事だよということをどんどん話をしていかないと、一緒にしながら進んでいかないと、やっぱり抜けちゃうとやっぱりダメだと思うんですよね。うん、だからそういう啓蒙活動をしっかりとやりたいなと思ってます。はい、なるほどね。はい、ありがとうございました。クラスター耐震協議会は今どんなふうに、例会を行っているんですか。一月に1回ですね、やっておりまして、今177回、終わりましたんで、この月が178回ということで、先月からはこのテレビ会議になったので、その前は、一箇所に集まって、平塚市民活動センターってところで、例会を6時から2時間ほどやっていました。
ですからその中で1ヶ月の間のいろんなことを全部いろんなこういうことが起きたということをみんなで話し合って、対処していくということでやっていきました。以上です。はい、ありがとうございました。大石さんがまとめてくださる報告っていうのは実にきちんとしていましてですね、当日の意見交換をした内容などが、完璧に記載された報告書が、出てきます。翌月の例会に出てきます。で、今彼が言ったように、先月からこのZoomのテレビ会議に切り替えたんですね。で、正直言えば参加するメンバーたちには戸惑いがあります。一体これと耐震補強とどんな関係があるんだと。自分たちの関心は耐震補強なんだと。ここに突然テレビ会議だ、ミラクルテレビだと言われたって何か、分かんないと、その意味が。なんか関係ないことを理事長は言ってるんじゃないかという戸惑いがあったと思うんですけども、それについて大石さんはどんなふうに感じられましたか？そうですね、やっぱりみんな初めてのことだったんで、テレビ会議っていうことをやったことなかったんで、実際入ってみると本当に簡単に入れて、今の状態でもうとにかく交通手段を使って、時間を使って、お金を使って、一箇所に集まるということ自体がもう今はできない。とにかくね、自宅にこもれというふうな話なので、その中で活発な意見を交換するというのは、このテレビ会議にはいいなと思いましたね。はい、わかりました。それではですね、中島さん、今ミュートが止まってるのかな？お話ができるんでしょうか？ダメかな？いらっしゃらないのかもしれないね。それではですね、一旦、実はこの、テレビ会議の特徴の一つは、皆さんをミュートにすることは簡単なんですけども、ミュートを聞こえる状態にするのは、実はなかなか難しいというか、わざと難しくしてあるんですね。ミュートの間に私的な会話をしているものがいきなり流れちゃったときに、参加している方々にとっては非常に、困ったことになりますので、今皆さんはミュートを解除できる状態にありますので、ご自分でミュート解除っていうのをやってみてください。通常は左下に、できてますね。加藤さんだ。今いらっしゃらないのかもしれない。はい。一応解除してください。はい。これからはですね、それぞれご発言いただいて、その発言しているときにはですね、一緒に発言をしないでいただけると、音声がよく聞こえると。聞こえなくなる状態もやってみてもいいんですけども、で岡田さんに、はい、後ろの動いてる賑やかな動画がありますが、それは何なんですか？横浜に本社があります、ナイスっていう会社があるんですね。はい。建築資材などは使ってたり、自ら住宅も手掛けてたりする大きな材木屋さんから派生した会社なんですが、はい、そこが全国で4カ所ほど毎年、耐震博覧会っていうのをやりまして、はい、それを名古屋で催した時に、彼らが作ったこういった背景の模型を持ち込んでき、たのをですね、でたまにこう出てくるナマズ、これが愛知県防災安全局のキャラクターで防災ナマズンというんですが、彼にちょっと手伝ってもらいながら、そのプロモーションビデオをちょっと作ったんですね。ぜひそれを。で、今これ、背景で使ってますので、ちょっと音が出ないんですけれども、はいはい、こういったものを使うと、視覚として、その木造住宅の危険性、どういったところが、地震に対して弱点になるのかっていうのがよくわかるという、そういうようなものなんですね。そうなんですか。その動画を再生することはできます？はい、今ですか？今難しいですか？ちょっとやってみますので、他の方でお話ししとってください。はい、わかりました。川村さん、今、またミュートになってしまってます。
皆さんのお話を聞く立場の時はミュートにしといた方がいい。ありがとうございます。いいなというふうに思ったんですけど。はい、わかりました。ありがとうございます。これあれですよね。岡田さんが自分のパソコンを画面共有化されようとしてる。そうです。さすがだな。あ、よくご存知ですね。川村さん。はい。とりあえずアップラでは事務局長と IT 担当ということで、メーリングリストを引き継いで、ちょっと活性化させたというところもありまして、お、素晴らしい。うちの団体もお年寄りが多くて、パソコンやられている方も少なかったところを、今、こうやってパソコンがメインで、メーリングリストをでいろんな情報ができるようになったっていうところでと言いつつ、だんだん私もその年寄りの方に入っちゃったかなというとってしまったんですけど。なるほど。でもあんまりこれも年齢関係ないですね、やっぱりね。確かにそうですね。一歩距離を置いて、なんかみんながやるようになるまで待ってよっていうタイプの人と、進んでひょこひょこやっちゃう人間といて、うん、僕は後者なんですね。新しくってね、良さそうなものはすぐ飛びついて使ってみて、よければそれを広めればいいし。ですよね。そういう面だと原さんの Facebook なんかがすごい、ね、皆さんにインパクトもあるし、お楽しませてもらってるので、Facebook や、Twitter やってる人もいるんだけど、いわゆる SNS と言われてるもので、このミラクルテレビについてもぜひ、情報発信していただいて、会議室の URL か、あるいは、今回の防災リーダーの、YouTube に上げたものを見ていただいて、次から参加していただくというようなことにしていただけるとありがたいなというふうに思っています。今新聞記者やテレビの記者の方々が我々と接触を開始していまして、実はメディアのマスメディアの関係者は非常に強い関心を持っています。やっぱり自分たちのマスメディアが持っている効果的な面と、そこで抜け落ちている面っていうのを、やっぱり実際にやってる方々はよくお感じになっていて、そこの抜け落ちているところを埋める非常に良い装置として、今回のミラクルテレビについては高い評価を与えてくださっていて、それが来週あたりから、だんだん出てくるんじゃないだろうかというふうに考えています。さて、岡田さん、準備ができたみたいですね。今、スマホでですね、状況を見てるんですけれども、はい、一応、スタートは押したんですけど、動画が始まってくれないなと思って、なんでだろうと思って、スタートっていうのは共有のボタンを押したわけですよね。共有、今ずっとやっててですね、今画面だと動画が2種類アップ選択するような画面で止まってると思うんですが、ええ、その次までやっても、私のパソコン上では動画が始まってるんです。ああ、そうなんですか。で、ちょっとそこまで到達してないなと。わかりました、わかりました。はい。YouTube に上がってる場合には僕も何回かやったんですけども、自分のファイルの中で開いた経験がないんで、はい、うまくあれなんですけども、きっと何かやり方があるので、とりあえず、じゃあこの画面を、はい、共有を閉じていただいて。共有解除しますか？はい、解除してください。はい、じゃあちょっと停止します。はい。はい、ありがとうございます。あ、岡田さんもう一人いますね。スマホで確認を取って。今日は二人いらっしゃると。はい。はい、片っぽかっこいいですね、この人。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや。うん、ちょっと音が入っちゃってるんで、ちょっとミュート。はい。今、すごく面白いことがあって、さっき記者の方々と言ったんですけども、我々が連絡取ると、北谷さん、携帯で取材していいですかって言うんですよね。せっかくだから、この会に入ってもらって、そこで取材すると、初めて入ってみたけどっていう臨場感のある記事が書けますよね。ああ、そうか、みたいな感じで、なかなかこれまでにやってきた仕事のスタイルと、新しいこういうものとの関係で、
そこがこう一致してない方が多いんですね。だからこういうものがいいよいいよと言ってる方が、今度の総会は中止にしようなんてことを同時に言ってしまってるわけですよね。これを使って自分たちの総会をやろうっていうところまで、ふっと考え方がつながっていないんですよ。多分私の協議会のメンバーたちもそうだと思うんですね。それで僕が今考えていることを言いますと、多分あの皆さんにも全部共通してるんですけども、現在やってるものはほとんど全部このテレビ会議で行うことができる。逆に、交通手段使わなくて済むので、例えば知多の方と安城の方と、それから名古屋の方とか、いつでもミーティングを行うことができると。そこに例えば中林先生とか、まあ私にしても、中林先生、ここでちょっとミーティングやるから来てください、一言お願いすると言えば、今みんな自宅にいますので審議会も何も開けませんから自分が出演している時以外はみんな余裕があるんですね。そしてみんな自分が何か役に立つことがないかと考えている人たちがほとんどなので、声をかければいくらでも、今日皆さんにおいでいただきましたように逆に参加できるので、あのどうぞご利用いただきたいと思います。私たちは今選んでいただいているチャンネルが A チャンネルといいまして、 A チャンネルはエースの A なんですね。これは総合テレビでありまして、我々は NHK 第一チャンネルに対抗するメディアに育てようというふうに考えています。その上で NHK と上手に連携することも考えていまして、これは次のテーマであります。 B チャンネルっていうのは誰でもいつでも入って練習してもいいという、先客がいたら時間調整してねと我々が関与しないチャンネルを一つ今動かしています。そして C チャンネルまだ開いてませんけども、時間貸しの形で、まあ、自由にお伝えいただく。もちろんホストの、ID を取っていただければ一応いいんですけども、まあ、多少お金がかかるというので、私たちは順番でよろしければ、それを使っていただいて、それぞれの団体を活性化していただくと。4番目は大きなイベントを集中的に開催するような、そういうものも用意してまして、順次チャンネル数を増やしていきます。したがって岡田さんが、あるいは耐震協議会が使うときには、この A チャンネルとは別の ID の会議室で開催していただくことができますので、それはお伝えをしておきます。さてと、これからどうするかですね。ズバッと一言ずつ、何をするかと。今、こういうふうにやった。原さん、いかがですか？後でお願いします。後でお願いします。他の方の意見を聞かせていただいてから。たぶん、はい、一番話したそうなのが、川村さん。僕はこうする。あ、ところで川村さんは、おいくつでいらっしゃいますか？何年生まれ？昭和33年です。お、若いんだな。素晴らしい。僕は昭和22年なので、一回りしたっていうことですね。おお、いいな、若くて。岡田さんも若いんだよね。まあいいや。川村さん、いかがですかね、今の。まあ、コロナについていろんな見方があります。2月、1月の時にもいろんな見方があって、僕はずっと聞いてましたけども、みんなが一つだけ知らないのは、コロナの正体が何であるかについて知らないということを知らないで話をしていると。これまでの経験に基づく知見で話をしているので、多分当たらないだろうなと思っていたら、やっぱり当たらなかったですね。まあ、とんでもなく始末に負えない凶悪なウイルスです。ただ、これがかなり長期にわたるということについて、まあ、大方そういう判断になってきてます中で、さて、どうするかと。どうすんですか？今朝の中日新聞にもあったんですけど、ここで自然災害が起きるとどうなるんだっていうことを、もっとみんながそれぞれ考えなきゃ。今はコロナで大変だって
住んでるんだけど、とはいうものの、夏になれば、あの台風は来るわ、地震はいつ来てもおかしくないわ。で、これまで考えてた以上に避難所は行けるようなとこじゃないぞっていうところを、あの特にあの我々は愛知防災リーダー会は、あの自主防災会を活性化させてというのがあの目的ですので、これまで以上に自宅避難ができるように、まあ、上からお上から言われなくても外に出なくてもやっていけれるように、あるいはあの大きな自然災害が来て停電になったり断水してもみんなちゃんと生きていけるよね、避難所行かなくても暮らしていけるよねっていう状態を少なくとも近所の人には作ってもらえるように、どういう動きをしたらいいかなということをちょっとずつ今あの考えてるし、そういった考えをこうアプラの会員、600人にそれぞれに考えてほしいし、それぞれから、皆さんの地元に発信してほしいなっていうふうに考えてます。なるほどね、わかりました。あの今あれですよね、川村さんおっしゃったことは実はかなり結論に近いように僕は感じていたんですけども、まさしく今起きた時に正直言って僕たちは今とは比べ物にならないぐらい非常に厳しい事態に直面します。です家を失った方々が行き場がないという問題ですよね。どこにも行き場がない、その、広い間隔を置いて収容できるほどの避難所のスペースはないわけですから、どうしても密接した関係になりますとそこで爆発的に起きると、まあ、この間の特徴の一つが一般的なところでの、まあ、空気感染というようなものは比較的少なくてですね、まあ、そうは言いながら静かにこう進んでいってるんですけども、やっぱり爆発的にこう、感染、まあ、感染爆発ですね、起きるのはそういうクラスターだと、これがまあ一つの相手の特徴なんですよね。そうすると避難所には行ってはいけないという話になります。じゃあどうするんですかと、答えがないわけですよね。新型コロナだけで手いっぱいですから、したがって、その自主防災会の、考えていたことを、今の新型コロナの状態が3、4年続くということ、少なくとも3、4年続くということを前提にして思い切って切り替える必要があって、そしてそれは地震が起きることを所要のものとして、その時には避難所なんだという考え方自体も根本的に変えると、避難所にはもともと行っちゃいけないんだと、自宅に留まるんだっていうね、それを今訴える非常に大事な時だと思うんですね、はい、でそれが次の大きな災害、まあ台風の水害は起きるかもしれないんだけど、大きな地震が起きる前に急いでやろうと、うん、僕たちは最低限住み続けることができる、住み続ける命を失わない程度の、耐震補強をやろうということを言ってきたんですけども、今の状態考えるとその言い方もやっぱり変える必要があると。やっぱり住み続けられる、自宅で避難ができる住まいを確保しないと大変なことになるよということを言わなければいけないんじゃないだろうかという気が僕はしています。はい、大井さんどうですかね、そのあたりは。うん、まあ、今の意見は非常に間違いないと思います、はい。一番怖いのはとにかく、まあ、みんなが集まる2メーター以内に接することが一番怖いことなので、とにかく避難所なんて絶対行けないわけですから、そうだったらもう自分の家、まあ、住んでる家を補強して、まあ、潰れないようにするという、そういうムーブメントを起こすしかないかなという気はしますね。それも少し急いでやってもらう必要があるわけです。そうですね。そう、時間です、時間。時間ですよね。今回のね、1人10万円も早く出してほしいと思いますけどね。そうですね。とよろしいですか。はい、どうぞ。
あのちょっと画像がうまく出てないと思うんですけれども、はいはい、おとといにですね、岐阜県の中津川の方が新聞に折り込みを入れたチラシなんですね。防災士の方でもういろいろあちこちの被災地に出向かれて活躍されている方なんですが、自費で、中日新聞に折り込みを入れました、はい、でその内容がそのちょっと小さい大きくしたかったんですけれども、はいはい、新型ウイルスに絶対負けない、でも今は自粛の時、しかし今地震と重なれば甘くないということで大きな避難所の、写真をつけて、それに対して、まあ、どういうふうに対応したらいいかと、物の備えも含めていろんなものを備えてくださいと、健康面での備え、あと食料であったりする物資の備えというようなものが書かれております。で、昨日安城市役所の方に出向きまして、去年まで防災危機管理課にいた人間と喋ったんですが、やはり地震があれば避難所を開設せざるを得ないと、やはり住むことができなくなる方が当然出てくるということを想定いたしますと、どうしてもやっぱり避難所は必要になりますよねと。で、その避難所が果たしてその今の現状の人たちを受け入れる状況になるかというと、それはとてもそんな状況にはならないので、ということでちょっと悩んでました。という、まあ、それの啓発のですね、まあ、チラシをいただいたものですから、私としてはそれをまあ、とりあえず身近なところに、まあ、配ったりとか、外に発信をすることのできる議員さんであるとか、福祉協議会に少し出向いて持っていこうかなと、今そんなことはちょっと考えています。なるほどね、素晴らしい。はい、原さん、そろそろ心の準備ができますでしょうか。はい、皆さんおっしゃられるようにやっぱり避難所には今災害が起きた場合避難所には行ってはいけないというか行けませんよね。で、私が住んでいる美浜緑園という地域は新興住宅地で一応耐震基準を満たした家ばかりのところですので、全壊する家は少ないだろうと一応言われております。はい。で、地域の一応避難所というところは指定されている避難所は美浜緑園は高台にあるもんですから、ええ、でその避難所は低いところなんですね、はい、わざわざ高いところから避難所へ行く必要はないだろうということで、もともとその在宅避難ということを進めて自主防災活動はやってるんですけど、そうするとその、まあ、ライフラインだとか止まった時にどうやって生活をしていくか、はい、水、食料だとか燃料、今は携帯トイレも含めての備蓄、はい、それを最低1週間は進めて1週間分は持ちましょうっていうことを昨年から結構住民に向けて結構啓発を進めてきて、はい、で最終的にアンケートも取ったら、なかなか最初は住民の半数以上は1週間分のその備蓄をしているということを目指してやったんですけど、それが伝えてみたら全然みんな意識が低くて、なんか気には留めてるんだろうけど、そういうことはなかなか一歩が踏み出せないでいますので、今のこのコロナの大変な時期が、まあ、ピンチがチャンスというか、こういう時期にみんなの意識を変えていくチャンスかなと思って、啓発をどんどん進めていこうと考えています。なるほどね、わかりました、ありがとうございました、素晴らしい。伊藤勲さんは今お顔が見えてますが、ミュート解除します。あ、伊藤さんこんにちは。あ、どうも。あ、北に正美さん、お久しぶりです。はい、皆さんに最初に、はい、自己紹介していただいたので、もしよろしければ短い時間で、ご挨拶していただければと思います。このメンバーで特に自己紹介ということはないと思うんですが、大石さんは初めて、はい、するですね。伊藤勲と言います。
はい、ここ今住んでるところは南区で、はい、一番台風かなり被害があったところなんで、災害には非常に弱い地域なんで、はい、その割にはなかなか、住まわれてる方の意識っていうのが非常にまあそれほどではないと。なるほど。いったようなところで悪戦苦闘している毎日です。なるほどね、わかりました。まあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前段の方で皆さんからこれからどうするかというお話をいろいろ聞いたんですけども、今の原さんのご意見も含めて、要するに今がある面ではピンチなんだけども、大きな大地震ということも含めて、これから起こりうるより大きな脅威に対抗するためには、今のコロナで皆さんがこうやってお互いに話をすることができやすくなってますので、この機会を生かさない手はないと僕は思うんですね。これがテレワークなど何にもなかったら昼間は僕たち誰とも話ができないわけですよね。それでみんなは、新型コロナももちろんのことを大地震のこともそんなの起きっこないよ大丈夫だよということで終わってしまっていたわけですから、我々はじっくりここにお知らせをして、なおかつその愛知防災リーダー会のようにそれぞれのコミュニティごとにですね、そのきちんと話し合って大事なことを伝えて理解をしていただく、それをするまあ最後のチャンスかなと思いますね。それができないままここで東京直下地震あるいは、大阪の直下地震南海トラフが起きたときに本当にこの国はまず物理的に崩壊をしてしまうというふうに考えてますので、ぜひ、頑張りたいと思います。時間がですね今27分でほとんど終わりになってしまってますが、一言だけ何かご発言をしたいという方があれば最後に、あ、岡田さん最後にやっぱり一言だけお願いできますかね。ありがとうございます。はい、やはり今皆さんがご自宅にいる時間が長いということで、やはり自分の家を見直す良い時間だと思ってるんですね。はい、ですからこういった時に、家の中の家具の固定であるとか、まあ、耐震補強まではなかなか難しいんですけれども、より安全に夜休む場所に、寝床の位置を考えるとかですね、そういうようなことに、時間を取っていただけるように、どうやって働きかけたらいいのか、どうやって伝えたらいいのかっていうのが今悩みのところなんですが、なんとかそういったところを、発信する力のある人を使って、いきたいなと思っております。はい、わかりました。それではですね、暮らしと耐震協議会が、番組のホストとなる、耐震補強講座とこの第1回はこれで、お開きといたします。どうも皆さん今日はご参加いただいてありがとうございました。第2回は今週の末に番組を今大幅に編成し直してますので、ご連絡いたしますので、またよろしくお願いします。どうも皆さんありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。
もしもし、こんにちは。うん、はい、どうも。あれだよね、今日やらないんだよね、確か。じゃあ、わかる、すみません、僕は。最終的に、はい、結構です。